スル5、プロフェッショナル仕様、ケイトを苦戦されますね。209系か。夜かよ。でなんかエキスが多いのでね、ポイントだけ押されますね。ほら、このネームで夜ってあんまないよね。電車が発車します。ご注意ください。多分光の当たり方がおかしいもん。まあいいや。75。もう加速しましょうと。いきなり45ですって。1.1 キロ前かな。 1.1 キロ前ですね。多摩市前。 OK。 さあ、ホーム入ります。多摩市停車、これ15秒、時間ないね。OKOKOK。 浜松町停車、残り20秒ないぐらい。ちょっと間に合うかこれは。クソ親父が間違えましたね。地下鉄浅草線、銀座線、ホーム前250ぐらいで250メートルまで65キロ。止まる、これ止まるね、止まるね。これ10秒。超下手。 OK、 止まればいいんだ、止まれば。多分本なくて読んでないか、これ間に合うんじゃないか。ここで読んでくれないか。お乗り換えです。有楽町違うか。200m 前ね、ギリギリじゃん。超下手。止まればいい。総武快速線、地下鉄丸ノ内線はお乗り換えです。もう30秒。時間に言われますね、結構。だいたい時速1キロで、ぶつかればいいので、僕はだいたいね、10メートルまで一気にブレーキします。で、こう3キロ、200キロぐらいにして、一気にブレーキをしながら、こうすると。フル加速して10メートル前で8ブレーキ、グーンで3キロ、2キロぐらいに落とすと、だいたいちょうどいいぐらいな感じで、時間を3秒ぐらい残して連結できますね。はい。で、なんだっけ。1キロで止まればいいんで、3キロぐらい寄ってって残り数十センチでこう軽めのブレーキをして調整していく。1キロぐらいにご注意ください。そうすれば大体急転に触れるんじゃないでしょうかねっていう感じですね。進行ワンの頃はね、結構今回のスタート良かったな。閉じ目灯がついてからすぐ加速できた。将来だったら何だっけ、20キロぐらいの加速して、違うか、12キロの加速した後に肘ブレーキかけてゆっくり行くみたいな、そんなのがありましたね。どっちにしろ最初にフル加速してあるポイントでブレーキかけるっていう方向性なんでしょう。さあ、なんだそれを急に60万円って70万円だったり、面倒ですね。さあ、もともと何だったっけ、もともと80秒、80秒にまで戻せないだろうな、持ち点は。あと15秒、時間の余裕はまだそこそこあるね。
下手。ダメかい。まあいいや。秋葉原停車。今飛行の生活帰ってないかな。マスコン使ったまま。スピード上がってないけど、マスコン使ってる状態、マスコン入れてる状態ってどうなんでしょうね。セーフなんですかね。アウトなんですかね。超下手。まあよかろう。OK でした。限定なし。駅構内再加速。ってこと、駅構内再加速、スピードが1キロでも上がらなかったら、ドアが閉まりますから、再加速になんないのか。ちょっとマスコン入れっぱなしだったらいいのか。あ、再加速だからな。加速しっぱなしでホーム入ってたらセーフなのかな。分からんな。まあいいや。御徒町停車。さあ、時間が20秒。結構時間になりますね。ラジオかなんかすごいとしたぞ。超下手。タイヤはね、正確じゃないけどね、他結構いいな。 OK。 おめでとうございます。乗務完了です。 OK。